こんばんは、孝太郎です。今日ですね、質問をいただきましたので、それに回答していこうと思います。私、声を進化させる方法として、素の声を使おうっていうふうに、よく言っています。で、素の声って言ってるんですけども、で、これで特にですね、例えば遠くにいる人に、おーいって呼びかけたりとかするときの声ですよ、みたいな感じのことを言ってるんですけども、これで質問いただいたんですよね。素の声で遠くの人に呼びかけるように声を出すっていうふうに言ってるんですけども、叫ぶのとはどう違う、異なるのでしょうか。で、一般的に叫んだら声が響かず遠くまで届かないと言われたり、声がすぐに枯れてしまうなどと言われます。で、この質問してくださった方は、普段大きな声を出さないので、いざ大きな声を出そうとすると、叫ぶようになってしまうと。普段の、普段の話し声も、悪いからだと思いますが、みたいな感じになってますね。で、これについて、ちょっとどういうふうに思うかっていうのをこう回答していこうかと思っています。よろしくお願いします。で、まずですね、素の声なんですけども、素の声は、まず、何ですかね、取り繕ってない声というか、なんか意識してない声なんですね。取り繕ってない声のことなんですね。で、まずこれは前提ですね。素の声っていうのはそういう感じの声ですね。だから、例えばですけど、要は何だっていいんですけどもね。例えば友達と、友達と、だべってる時の声とかですね。そういう感じなんですね。とか、びっくりした時の声とかですね。そうですね。えっとか、びっくりした時とか、わっとびっくりした時とか、そういう時の声なんですよね。だからちゃんと出そうとかですね、そういうことを思ってない時の声なんですよね。で、これ、素の声、イコール、例えばですけども、こういう感じなんですね。じゃあ、素じゃない声は何かって言ったら、こう出さなきゃいけないとかですね。そういうふうに思ってる時の声なんですよね。あとはいけないとか、ちゃんと出そうとかですね。出なかったらどうしようとかですね。あとなんだろうな。そんな感じですかね。考えが入っちゃうんですよね。余計な考えが入っちゃう。余計な考えが入ってしまう時の声なんですね。こういうのが素じゃない声って私は言ってます。で、素じゃない声で、声を出す癖がついちゃってる人が結構多くてですね。そうなってくると、声が枯れたりとかしやすいんですよね。だし、すげえ出にくいとか、全然響かないとか、そういう感じなんですよね。結構ですね、これ不思議なんですけども、ダメってる時の声とか、びっくりした時の声とかっていうのは、結構響くんですよね。声よく響くんですよ。いろいろからくりはあるんですけども、一つ言うと、全くブレーキかかってないんですよね。ちゃんと出さなきゃとか、そういうのがブレーキにすごくなるんですよね。ちゃんと出さなきゃいけないとか、こう出さないと恥ずかしいとかですね、そういうのがブレーキとなって声が出づらくなってる人っていうのがすごく多いんですけども、そういうのがなくて、もう本当びっくりした時とかが、うわーとか言ったりとかするじゃないですか。そういう時って意外に響くんですよね。声を持ってないっていうか、声を持つっていう感覚があるんですよね。ちゃんと出さなきゃいけない時とかっ
って思ってる時なんかの声って、なんか声が喉に張り付いてる感じがしてですね、まあこれは要は脱力してないから、あの喉とか舌とか顎とかすごいなんかこう力が入ってしまっているので、なんかそこでですね、あの振動が止まっちゃう感じなんですよね。なんか妙にこう、なんかこう変な振動が起こってしまうというか、それでなんか、鳴ってる感じがする、なんか自分では声が出てる感じがするとかっていうことはあるんですけども、実際あんま飛んでないと。で、これ不思議なんですけども、あのなんかこういい発声、いい発声の時、まあいい発声っていうか、自然な発声、自然な発声の時ってのは、不思議なんですけども、あの声を出している感じがしないんですよ。あ、しないんですよね。なんかこうあんまり声出てないなとか思うんですよね。だから私もそうだし、その受講生の方とかもそうなんですけども、あのめちゃめちゃ調子よくなってきた時とかって、なんかいつもより声出てねえなって感じするんですよね。だけど録音とか聞いたりとか、あとでその聞いてる人とかに聞いたら、いやー今日はすごいよく飛んでたよね声とか、あのなんですかね、あのめっちゃ楽そうに歌ってたよねっていう感じで言われるんですけど、本人はへっみたいな感じなんですね。そうっすかみたいな、よくあるんですこういうの、だからこう自分ではなんかあのあんまりこう頑張ってない感じなのに、やたら声出てるみたいな感じになるんですよね。声出してる感じしないんですよ。だからこう頑張って出そうとかですね、そういうのなくなるんですね。頑張って出そう、出そう、とか思ってないのにやたら出てるみたいな感じなんですね。そんな感じです。まあ、というわけで、あのまず素の声っていうのはこの なんですかね、こういう余計な思いとかですね、そういうものがすっぽ抜けて、なんかこう、声のことを考えてない時ですよね。声出にくいなとか思ってる時って、やっぱどうしても声にこう縛られちゃうって感じなんですよね。なので、それがブレーキになっちゃってます。なのであの素の声でバーンって出てる時っていうのはすごくあの自然な発声の時が多いわけですね。でそういうのを利用して、歌につなげるとめちゃめちゃ声出しやすくなるっていうのが、見解になります。でそうなんですけども、ですね、でだからこう叫ぶっていうのが、多分ここで言ってる叫ぶっていうのは、叫ぶぞって持ってる時の声なんですね。それは結構あの喉にきます、かなり、こうなんかブレーキを踏みながらアクセル踏む感じになっちゃうんですよね。両方ギューみたいな感じ。そうするとなんかこうエンジンはすごいビューンって回るんですけど、あのブレーキもかかってるので前には進まないっていう、それでこう遠くまで届かないっていうのがあるんですよね。だからこうブレーキアクセル両方踏んでる状態が、この叫んだら声が響かず届かないとか、声がすぐ枯れるっていう状況なんですね。これの時はもうあのブレーキとアクセル両方踏んだらですね、両方力入ってるので、あの引っ張りっこになってですね、あのなんか綱引きしてる感じになるんですよね。あの綱引きって綱動かないですよね、最初全然こう拮抗してると。だけどすごい力感はかかってるじゃないですか。まあ、はためにはあまり動いてないんだけども、ものすごい力かかってますよね。まあ、そんな感じになってるんですね。そしたら喉枯れるよねって感じなんですね。あのやっぱり声帯も筋肉だし、なので、まあ、すごい負荷がかかっちゃうんですよね。っていうのがまず一つですね。でもう一個、これですね、自分は普段大きな声を出さないので、まあ、いざ大きな声を出そうとすると、まあ、叫ぶようになってしまいますっていうふうになってるんですけども、ここら辺もちょっとありまして、あのですね、素の声はあの地声を使ってるんですよ。結構素の声は地声メインなわけですよね。で、地声イコール地声、はい、地声イコール、何ですかね、まあ、
精神って言って、まあ、声帯の唇って書いて、まあ、喉仏の中に2枚のひだの筋肉みたいなのがあるんですけども、まあ、そいつがですね、ブルブルっと震えるのがこの声帯だし、まあ、地声の元になってるんですよね。まあ、すごいざっくりですけど。うん。で、まあ、こいつがですね、まあ、要は筋肉なわけですね。要は筋肉。筋肉なんですね。で、こいつはですね、声帯、まあ、声帯が、まあ、ここ、まあ、精神って言ってるんですけども、要は声帯です。声帯。声帯が運動不足になってる。まあ、まあ、筋力不足っていうか、筋力不足になってるっていうのがもう一つの理由になります。これが2個目の理由ですね。で、まあ、どういうことかって言ったら、声帯も筋肉なので、で、触れないですよね、声帯っていうのは。その、喉仏があって、その中に、こう、ちょこんと入ってるので、外から見てもわかんないです。まずわかんない。まず、触れないし、見えないっていう、こう、状態なので、その腕の筋肉とか、足の筋肉だったら、もう見えるし、触れるじゃないですか。なので、まあ、なんかこう、わかりやすいですよね。なんかこう、今日はむくんでるなとかですね、今日はなんかなんかこう筋肉がパンパンに腫れてるなとか、そういうの分かりますよね、見れば。で、しかも、なんかこう、触れるので分かりやすいですよね。だけど、声帯は見えもしないし、触れもしないので、なんだかよく分かんないわけですよね。声帯は見えない。見えないし、触れないので、まあ、なんかなんすかね、まあ、よく分からない。ない。って思ってる人が多いし、まあ、実際分かりにくいわけですよね。だから、分からないけど、要は腕とか足とかの筋肉と、まあ、同じなんですね。筋肉と同じで使えば、じゃない、運動不足で急に使ったら、まあ、筋肉痛になります。っていうことは同じなんですね。まあ、要は筋肉なんで同じなんですね。声帯は先ほどもちょっと言ったんですけども、2枚のひだがあって、そいつがこう空気が来るとですね、ブルブルっと震えて、まあ、例えば唇をくっつけて、プーっていう音を出せますよね。これと同じなんです。簡単に言えば。で、これで音程を変えるんですね。プーブーみたいな感じで、こう変え、自在に変えてるのが声帯の役割なんですけども、こいつはですね、要は擦れるわけですよね。で、筋肉を急に使えばですね、筋肉痛になります。筋繊維がプチプチっと切れてですね、で、まあ、血行不良になって痛いというのが起きます。まず起きる。で、それから、擦れるので、粘膜に覆われてるんですよね、その声帯っていうのは。で、こいつが粘膜が薄くなったりとか、弱くなったりとかすると、まあ、咳が出たりとか、よくごほごほ咳が出ちゃったりとか、なんですかね。まあ、要は靴ずれしたみたいになるんですよね。粘膜が薄くなると、急に擦れるとですね、擦られ慣れてないので、なんですかね。まあ、靴ずれ起きたみたいな感じで、その粘膜がこう薄くなっちゃうんですよね。もともと薄いっていうか。なので、で、喉が痛くなったりとかします。なので、要はですね、粘膜も薄くなる。声帯は、まあ、粘膜に覆われているので、急に使うと粘膜が薄くなる。なる。と、どうなるかって言ったら、まあ、咳が出るとかですね。そういうことが起こるわけですよね。まあ、そんな感じです。まあ、というわけで、まあ、そんな感じです。だから、大きな声を出さないので、まあ、大きな声を出すと、まあ、叫ぶようになっちゃうし、で、喉が痛くなったりとかするわけですよね。枯れちゃったりとか。っていうのは、まあ、言っちゃえば当たり前なんですよね。運動不足なんだから、それは痛くもなるよって、痛くもなるって感じなんですね。運動不足なのに、急に10キロ走ったらもう死ぬほど
次の日なんか立てなくなるんじゃないかみたいな感じで痛くなりますよね、足とか体とか、なんか全身が疲れるみたいな、と同じなんですよね。だからそれが喉が痛いっていう状態なわけです。要はどうしたらいいかっていうと、疲れと使う、痛いけど痛みは出るけど、それは単に、筋肉痛だから慣れる時間が必要ってことなんですね。ダメなパターン、まあ、いつまで経っても喉が痛い、いつまで経っても喉が痛くなるパターンの一つは何かって言ったら、大きな声を出したら喉が痛くなった、だから喉を大事にしなきゃいけないとか思って安静、声を出さないで安静にすると、っていう感じですね。これよくありがちっていうか、私やってたんですけど、これやると余計悪くなるんですよね。余計調子悪くなるっていう最悪のパターンになるんですけども、これ考えると分かるんですよね。なんですかね、入院して、で、1ヶ月ぐらい入院したとして、で、まあ大体ベッドの上で過ごしますよね。で、1ヶ月もして、そんな生活してるとですね、退院した時に、フラフラになるんですよね。筋力足りなくなって。ほいで、ちょっと動くだけでもうすごいだるくなったりとか、なんか筋肉痛になったとかってなるんですけど、じゃあそれで、じゃあ安静にしてましょうっつって、また安静にしてたら、どんどん体弱くなりますよね。分かったから歩けみたいな感じじゃないですか。とにかく体を戻すためには少しこう運動したりとか動いたりとかして戻しましょうって話を普通に思うんですけど、声帯だ声とかだと見えないんで、筋肉が見えないので、そういうふうに思えない人がすごく多いんですけども、同じですね。急に使ったから喉が痛いんだったら、もうちょっと使い続けてですね、慣れる慣れるのは結構大事です。で、そうすると、だんだん楽になってくるんですね。で、その時に、慣れるんですけども、素の声というかですね、どうやったら声が出るのかとかですね、こう出さなきゃいけないとかですね、そういうことばっかり思ってると、すごい力かかっちゃうんで、こういうのが抜けてると、もうより早いですよね。でも単純にこの質問してくださった方がどういう状況なのかちょっと分かんないんですけども、その本当に喉が痛いだけ、単純にこう運動不足で喉が痛いんだったら、もう こんなんどうでもいいから、 とにかくこう、どうでもいいですよ、とにかくでかい声出すと、ごちゃごちゃ考えないで、声出してみて、で喉痛い、でもちょっと出すっていうのをこう、まあ、なんか3日4日1週間ぐらいですね、続けてみると、あれ今の出んじゃんみたいなね、で楽になってくるみたいなね感じなんですね。慣れます。そうすると勝手に声楽になってきますね。というわけでですね、ちょっとこう話が広がっちゃった感じもするんですけども、でもここを説明しないとちょっとやっぱよくわかんないんですよね。こうただ大丈夫ですよとか、こんなんですよってこう結論だけ言われてもふーんみたいな感じでなってしまって、結局何も変わんないって感じなので、ちょっと詳しく説明しちゃったんですが、要は、まずこのざっくり今のを踏まえてもう一回サクッとまとめると、その声で遠くの人に呼びかけるようにおっしゃられてますが、叫ぶのとはどう違うのかって言ったら、叫ぶなんで、叫んだらこう響かなくて届かない、声がすぐ枯れるって言われてるのは単純に力んでるからですよね。こう出さなきゃいけないとかですね、無理やり出そうとかですね、そういうことを思ってるから余計な力がかかって、逆に声が飛ばない、飛ばないし、どこまで届かないし、すぐ枯れてしまう、アクセルとブレーキを同時に踏んだような状態になってしまう。で、そうではなくて素の声で、素の声っていうのは要はびっくりした時の声とか、なんか思わず出てしまった声とかですよね。そういう時の、声を使うとですね、
意外にこう、本人は出してる気はないんだけども、意外によく飛んでたりとか、発声的にも非常にこう、リラックスできてる発声のことが非常に多いです。まあ、それの最たるものは赤ちゃんなんですけどね。あの音量で1時間泣き続けても声が枯れないっていう謎の、生物ですよね。私は、うちは子供が4人もいるので、なんですかね、よくいっぱい体験したんですけども、まあ今も、1歳、1歳じゃねえや、今10ヶ月の、子供がいるので余計に感じますけども、まああの声は最高ですね。 全然こうブロックがないので最高にいい声ですよね。まあそんな感じですね。で、まあそういう感じでこう、素の声っていうのはそういうものだから、ブレーキがない発声ですね。で、っていうのがまず一つで、ここですよね。普段大きな声出さないと、ので、まあ、大きな声出そうとすると、まあ、叫ぶようになっちゃうし、まあ、要はそれで、まあ、声が、その割には声が届かなかったり枯れてしまうっていうのがあるんだけども、これの要因は、まあ、ブレーキかかってるっていうのも一つだし、もう一個が運動不足、声帯の筋肉の運動不足ではないかなと。ではないかなっていうか、そういう人がすごく多いです。っていうことになりますねと。というわけで、まあ、この質問の絵の回答はこんな感じになります。というわけでですね、素の声を、身につけると非常にですね、かなり歌も変わるし、喋り声が大きく変わってきます。もうこれもう年も全然関係なくてですね、今受講してくださってる方で一番年齢が高い方は72歳の方、1歳かな、の方なんですけども、もう激変ですよね。びっくりしました、本当に私がびっくりしました。もうこれもしかもどのぐらいかかったのって1週間ぐらいですからね。1週間で、っていうぐらい声が変わってて、もう本当びっくりしたんですよね。この人、すごいなって思ったんですよね。その年にしてスカイプを使いこなすとか、やばいなっていう感じなんですね。で、しかもすんごい熱心なんですよね。いや、これはすごいと思ったんですけども、結局何やったかって言ったら、地声、素の声で、地声を張るっていう練習をしていただいたという話なわけですね。というわけで、素の声をやると、まあ、喋り声はめちゃめちゃ変わるし、もちろん歌もすんごい変わると。で、体感的にも、中低音とかそういうのもこう、まあ、非常に安定しますし、高音も出るようになるし、まあ、いいことしかないっていう感じなんですね。日によって体調も、あ、体調じゃない、声の調子も変わらなく、高め安定みたいな感じになりますしね。非常にいいんですね。というわけで、今回の質問に回答いたしました。ご参考になれば幸いです。というわけで、お聞きくださりありがとうございました。